モルツ原材料名麦芽ホップアルコール分 5% です。スーパーのライフで買いました。188円です。税抜き価格188円でした。あおお。プレミアムモルツみたいな色ですね。泡がすぐなんか引いていく感じですね。あのプレモルと比べるとキメが、うん、そんなに細かくないですね。濃い系のポテトチップスの桃味、あとバナナ味とかあるんです。ではいただきます。甘いですね。桃の香りがとてもしますね。ポテトチップスのしょっぱさがなく、これポテトチップスまぶしてあるのが塩じゃなくてなんか甘味料かな。不思議な味ですね。こういうのってイノベーションって言うんですかね。美味しいですね。これでも紅茶とかコーヒーとかお茶飲む時のおやつって感じですね。のおつまみじゃないですね。この味は下田って感じですけど、いや、あの美味しいです。まずくはないんですよ。イノベーションって言うんですかね。こうポテチイノベーションって言うんですかね。あー、こんな感じですよ。泡色はジャスミンティーみたいです。サントリーのモルツいただきます。うん、こっちの方が僕は好きですね。プレミアムモルツよりもこっちの方が好きですね、僕は。なんか、うん、苦くない。苦くなくてあっさりしていて、飲みやすくて、まろやか？